オールドトラッフォードはイングランドグレーターマンチェスターのオールドトラッフォードに位置するクリケット場。ランカシャーカウンティクリケットクラブの本拠地であり、イングランド北部を代表するクリケット場でもある。1857年に当時のマンチェスタークリケットクラブにより創立され、1865年の解散後はランカシャー CCC の本拠となる。 初めての国際試合は1884年のオーストラリア戦であり、これまでに74回のテストマッチを行った。これは、イングランド国内では、ローズ、ジオーバールに次いで3番に多く開催された。ワールドカップでも開催経験もある。2017年7月には、トーグラウンド敷地内に150室のホテルヒルトンガーデインがオープン。またシーズンオフには、 コンサートの開催も多く、オアシスや REM、フーファイターズ、テイクザット、レディオヘッド、コールドプレイ、ザフー、ボンジョビ、キングス・オブ・レオン、グリーン・デー、ミューズらが当地でライブを行った。2017年6月4日には、マンチェスター・アリーナにおける爆発物事件の犠牲者を追悼するチャリティー公演を当地で開催。アリアナ・グランデやジャスティン・ビーバーらが参加。 ありがとうございます。